皆さんこんにちは。こんにちは。今回は第74回、リクエストに答えしたい RGB を紹介する。シュタイアー製のガスディレイドブローバック拳銃ですか。戦中ドイツでの開発技術をもとに構成された自動拳銃だ。その設計は当時から今にかけて並ぶ拳銃らと比べ異質な代物となっている。で、今回はガスディレイドブローバックが中心となって話は始まる。この機構は国民突撃銃、国民拳銃と密接な関わりがあるため、以前にこのチャンネルで投稿したこの2つの動画を視聴することをお勧めするぞ。コメント欄に貼っておきます。時代は第二次世界大戦中、ドイツに遡る。1944年、当時のナチスドイツのズール州に位置していたグストロフ・ベルケは、バルミツケ技師主導の元銃器の開発を行っていた。背景として当時のナチスドイツは東からソ連が猛攻し、西でもイギリス・アメリカを主として連合国軍が上陸。これによって戦線増加と劣勢が加速し、人員と兵器損耗が加速していった。戦線増加と戦況劣勢の悪化が重複するという状況ですね。ドイツは前線を続けてきた大戦当初から兵器の簡素化を進めていたが、ついにこの重複負荷によりまずい状況となった。そのため国民突撃隊が創設され、それら国民兵に供給する武器を既存火器から予備火器、旅客火器などで補った。しかしそれでも供給火器が不足したため、緊急的な簡素武器が開発される。それこそが国民小銃、国民拳銃、そして国民短機関銃。ゲラートノマーナンバー13308だ。このステンコピーに関しても紹介していますのでぜひ。流れるような宣伝。俺でなきゃ見逃しちゃうね。話は戻り、グストロフ・ベルケにてバルミツケ技師主導の元開発されていた銃器の中には、この国民小銃と国民拳銃が含まれている。グストロフ国民突撃銃と V7082 国民拳銃ですね。この2丁はどちらも新開発のガスディレイドブローバックを用いて動作していた。これら機構はバルミツケシステムとも呼ばれる通り、その開発の密接度がわかると思う。名称の通り高圧を直接用いてボルトを交代させるブローバックとなっており、そのボルト交代遅延にも同様に発射ガスを用いている。拳銃は半導型によりこのディレイドブローバックが導入され、国民突撃銃はより簡素な自動小銃開発のため用いられたと思われる。ただ問題は山積みだったんですよね。そうだ。発射ガスを機関部内へ輸入させるためその部分の損耗が加速し、部品交差の厳しさによる製造難易度向上、ガス穴の汚れ塞ぎによる動作不良、そして射撃時にボルトが早期交代してしまい、空薬莢破弾や高圧発射ガス漏れなどが起こった。しかし一方で拳銃である V7082 の場合は、ガスディレイドを省いたブローバック機構でも不要なく作動した。しかし反動は気になる程度に強くなったらしい。9×19mm 自動拳銃のシンプルブローバック動作例ですね。これら問題はあったものの、これらガスディレイド系の銃器の開発は継続された。改善を重ねた末にグストロフ国民突撃銃は大戦末期の戦線で投入される銃器となった。ともかくバルミツケ技師による開発には重大な貢献がある。それは薬室にガス抜きフルートを設けることであり、これは薬室内での薬莢破弾確率の軽減に貢献することができた。このガス抜きフルートと遅延ブローバック系ライフルはセットになっていますよね。しかしこれら開発と生産は1945年4月のドイツ敗戦により頓挫した。戦争中に同時登場したローラーディレイドブローバック、レバーディレイドブローバックはその後も開発継続され登場することとなるが、一方でガスディレイドブローバックはあまり開発が活発ではなく、ナチスドイツでの開発以降ガスディレイド系自動小銃が登場することはなかった。やはりライフルサイズとなるとローラーディレイドやレバーディレイドの方が設計や生産的にいいんでしょうかね。1940年代後半から1950年代にかけ、ガスディレイドブローバックは暗黒時代に突入したと思う。なんかありますか？その、ガスディレイドブローバック系銃器は？どうやらスイスで試作されたピストル47という銃器があったようだ。あるんですね。この拳銃はシグザウェルの P210 に敗退することとなる。しかし、このガスディレイドブローバックを採用した拳銃が再び開発されることとなる。それは1960年代終末時期のシュタイアーダイムラークフ。後のシュタイアーマンリッキャー AG、今日のシュタイアーアームズだ。ドイツではなくオーストリアなんですね。まあオーストリアは公用語がドイツ語であったり、地理的近さとなかなかドイツと緊密な立ち位置となっている。この開発目的はオーストリア軍の正式採用拳銃選定が目的だと思う。当時オーストリア軍は P38 とコルト M1911 を保有しており、これの代替を模索していた。独自の拳銃ではないんですね。シュタイアー社はオーストリア軍が求める拳銃の特性に関する情報を得た結果、ガスディレイドブローバック式拳銃の開発が行われたようだ。なんででしょうかね。ともかくこの拳銃が設計されたのは1968年だったようだ。前述のガスディレイドブローバックのほか、ダブルアクションオンリー、セーフティなし、固定重心、ポリゴナルライフリングとその構成は従来と比べ特殊だった。ガスディレイドの DAO 仕様はマウザー V7082 と同じ箇所ですね。そんな拳銃は18発の弾薬容量を意味する PI18 と命名されたようだ。1972年12月6日よりシュタイアー社のハネス・ケプリンガー氏が最終特許明細書を提出する。その設計は大幅に改善されたバルミツケシステムとなっている。改善されたガスディレイドなんですね。で、1972年の最初の試作型は軍から高評価だったみたいだ。し
かしこの高評価と裏腹にオーストリア軍はこの拳銃を採用することはなかった。え？それは数年前より非公式にて開発されていた短期間銃である MPI69 が原因だと言われている。1970年代初頭よりシタヤーは MPI69 を5000丁ほど保持しており、シタヤーはこの MPI69 をメインにサブとして PI18 を追加購入することを提案した。しかしオーストリア連邦軍は拒否。これにより交渉が水の泡となり、シタヤーは5000丁の MPI69 と PI18 の生産計画を引き出しに入れたまま終了することとなった。ビジネスの失敗が要因ですか？ここの時期でさえ事実は不透明となっている。あくまで一例として聞いていただけたらと思う。そんなわけでこの拳銃は停滞時期に入った。つまり民間市場にも進出することはなかった。なんでですかね？ここの仮説は一つあるが口述する。ともかく1970年代当時の性能比較では他の拳銃より優れた性能を持っていたと言われている。それは残念ですね。しかしこの時期に全くこの拳銃が動いていなかったというわけではない。今から言うこともあくまで事実が明らかではないことを前提で聞いてくれ。は1970年代半ば、当時のシタヤー商品を米国で輸入販売していたロガック氏は、シタヤーのマネージャーから PI18 のプレシリーズまたは試作型の製造資料を受け取った、と言われている。ロガック氏のロガック社ですか？この明け渡しの理由は現在まで不明だ。しかしこれは実際に本社の判断が関わらない無許可だったみたいだ。つまりロガックとシタヤーの間に公式ライセンス供与も契約もなかった。実際シタヤー社は1980年の業界誌による問い合わせに対し、この点に関してシタヤーとロガックの間にいかなる公式契約を行ったような事実はありませんと書面で否定している。でもこれは PI18 の宣伝に貢献したんですもんね。いや、え、1970年代末ロガックはアメリカにて US ロガック P18 という名称で製造、世界中に販売開始した。ロガックは PI18 の性能データにより非常に高い市場的機会を見出していた。その構成は 9×19mm 弾仕様にダブルカラムマガジン DSA トリガー機構であり、1980年代より流行したワンダーナインの一つであり、その初期作とも言える。ワンダーナインって何ですか？この銃を調べて初めて知った単語だが、これは前述通り 9×19mm ダブルカラムマガジン DSA トリガーを持つ自動拳銃に対し指す故障のようだ。H&KVP70 や SWM59、ベレッタ92、グロック、シグザワー P226、スタームルガー P85 などが該当する拳銃となっている。ちょうど冷戦後期に登場した拳銃らですね。話は戻り、ロガク社製 P18 は3種の外見が異なるバージョンを製造した。しかしそのコピー品は不十分な構造を持った不良品となった。その中でも品質よく構成された P18 も、後に製造される GB と比べ極めて悪いと落印を押されている。ガスディレイドブローバックという類を見ない機構が原因ですかね。いや、実質シンプルブローバックで動作する拳銃だったようだ。え？それは悲惨な代物だった。ガスディレイドを意識した重心の穴は単なるガス抜き穴として機能し、球弾不良が廃墟不良などが比べ多発する代物だったようだ。え？当初はもちろんガスディレイドだったが、不良多発のため改善、シンプルブローバックとなったようだ。それでも多発したようだが、どのくらい改善されたか気になりますね。この悪評は民間にとどまらず米国の兵器試験担当者にまで響いた。比較的要求の低いとされる彼らもすぐにこの P18 をジャムマチック、洗練されたジャンクと別称した。さっきの改善模索が気になりますよね。このゴミの基準はもちろん人によって異なると思う。そしてこの銃には改善前と後があることにも留意していただきたい。この悪評が蔓延した時期頃、シタヤー社は PI18 を設計変更した GB の販売を控えていた。この銃器こそが今回の主役となっている。発売時期が悪すぎる。イメージダウンを懸念し、シタヤーはロガックとの法的係争を検討し始めた。しかしロガックの P18LES ロガックは約2300丁の販売を経て、1981年に生産中止。イメージダウンの影響で消え失せたようだ。最終的ないざこざは起きませんでしたが、それでもこの大きな爪痕は致命的ですね。ちなみにフォーゲットンウェポンズのイアン氏はこの約2300丁を否定しつつ、数機長程度だと主張していたりするぞ。これら不幸と不祥事を経て1981年よりモデル GB が発売された。その後どういう末路をたどるのかは想像しやすいと思う。なんということか。ちなみに PI18 と GB はまんま同じというわけではなく、トリガーガードのギザギザと、セーフティアスライドリリースの再設計、フレームをスターリングスタイルのクリンクル仕上げが施されている。見比べると結構異なっているんですね。内部もマシンピストル化を抑制するべく変更されていたりするぞ。え？これは市場のために改善したり、ロガック P18 によるイメージダウンの払拭、そして PI18 で予定されていたマシンピストル化から民間市場向けにするためでもあった。マシンピストル化初見なんですけど。では設計に入る。まずは比較だ。今回は同時期に登場した拳銃と比較する。各国の代表的な拳銃たちですね。まずは全長。 GB は比較的大きい全長となっている。ベレッタ92と同じくらいなんですね。次は重量。 GB は装填なしで 0.85kg くらいであり、 M59 と近しい重量だ。全長に反して M59 と同じくらいなんですね。次は重心長。
中高初速は揃わなかった。はい、 GB が一番長いが、まあそこまで変わらないと思う。次は使用弾薬と相談数。 GB は他銃器同様パラベラム弾使用であり、相談数は標準で18発と多めとなっている。18発 GSH18 レベルですね。ただ弾薬バリエーションは 9×19mm と 9×18mm ウルトラの2種のみだ。最後は作動機構。 GB だけがガスディレイドブローバックというわけではなく、 H&K の PSP、P7 もそうだ。 H&K の P7 もそうなんですね。そして DA/SA トリガーを備えている。当時の流行をしっかり抑えているぞ。この銃器は前述通りガスディレイドブローバック DA/SA で作動する。まずブローバックということで、それは単純な吹き戻し機構だ。引き金を引いて弾薬を発砲すると、薬室内で生じた発射ガスが弾丸を押しながらもボルトも押し、そのままボルトが後退。ボルトが後退することで空薬莢が廃墟され、後方のリターンスプリングによりボルトが前進。その前進により弾倉が一発引き抜き、それを薬室へぶち込む。高圧とそれに影響された空薬莢により自動化するという感じだ。最もシンプルな自動機構ですかね。これでも拳銃の場合は問題なく作動するのが大半だが、今回のようなパラベラム弾王とは反動がきつくなってしまう場合が多いと思われる。そのため 9mm 王と拳銃はより複雑ながら問題なく動作するショートリコイルを採用することが多い印象がある。しかし今回の GB はボルト交代を遅延させる機構を採用したディレイドブローバック、さらに稀なガスディレイドを採用した。ディレイドブローバック系の拳銃自体、やはりそこまでメジャーではないですよね。ただバルター CCP やレミントン R51 など今日においてもディレイドブローバック系拳銃は開発、販売されているぞ。一般的にブローバック拳銃は、重心が稼働するショートリコイル拳銃と比べ比較的精度が良いとよく言われている。ガスディレイドブローバックは、レバーディレイドやローラーディレイドと比べより設計的に簡素なディレイドブローバックを実現する機構だと思う。ですから設計スペースの小さい拳銃の例が今日に多いんですかね。前述の高圧によって直接後退するブローバック機構としてそのまま作動させつつ、中心に開けられた穴からスライド内側の空間へ吹き付ける。その吹き付けられたガスがスライドの後退に対する遅延となり後退が遅延される。結果車種が感じる体感反動を軽減させているという感じだ。シンプルですよね。具体的には重心外側が固定ピストン、スライド内側が可動シリンダー、そしてその間に発射ガスがあることで、そのガス圧が下がるまでスライド後退運動に抵抗するという感じだ。ほうほう。レシーバーはアルミであり、上部は黒色ポリマー素材で覆われている。その覆われたポリマーは人間工学的な輪郭を与えている。そしてボルト圏薬室でもあるスライドは炭素鋼で構成されている。おなじみですね。グリップパネルは当初スチール製もあったようだが、ゴミプラスチックパネルのみとなったようだ。グリップ角度は107度であり、これは最適なドイツ鋳造特性を提供するようだ。滑らかな溶接部を備えた液質の溶接板金エンボス加工の半分で構成され、その後熱処理によって硬化される。は、重心は基本的に稼働しないために前述通り精度は比較的良いとされている。そして機構的に構成は従来と異なっている。具体的には重心自体が円筒形であり、さらに中間点には機械加工されたリング、ガス放出穴がある。そしてこの画像の通り、重心内のライフリングはポリゴナルライフリングとなっている。このリングはスライド後部への移動をできるだけ遮断する。これにより発射ガスにより汚れるのはスライド内側全部だけになるという構成だ。このガスリングこそがロックキャップ内にガス室を設けるための蓋として機能しているんですね。このガス室を設けることで一瞬の間遅延が働くという感じだ。DA/SA トリガー、ワンダーナインということで当時の自動拳銃流行をしっかり抑えている。薬室に弾が入っていれば DA トリガーで撃発を図ることができ、その後は SA トリガーで軽く連射できる。そして打ち切れば他拳銃同様スライドは後退したまま保持される。で、弾倉に関しては拳銃として特殊であり、AR-15 のようなライフルのようにマガジン上部から直接装填することが可能だ。そうなんですか。弾倉は前述通り18発装填可能なダブルカラムマガジンとなっている。この容量は標準としては少し多めだ。そしてセーフティはデコッキング兼用だ。つまりセーフティをかけると安全にハンマーを下ろすことができる。照準器はフロントブレードとリアノッチサイトであり、両方に薄い赤のドットインサートがついている。狙いやすくなる工夫ですね。このサイト仕様は他でも見られる標準だが、GB の場合照準器自体がスライドに取り付けられている。そのため精度のための調整であるスライドと重心再調整を必要としないという利点がある。まとめとして、この拳銃はガスディレイドを採用することで反動を抑制しつつも動かない重心を手に入れ、18発弾倉による火力、欠点のない構成とかなり良質な拳銃だと思う。なんか気になる点はありますか？ガス汚れによるディレイド無効化の頻度とその影響が気になる。強いて言うならばそのくらいかと思う。1980年代初頭より再びオーストリア軍向けとして GB が提出される。これはもちろんいくつかの強作する拳銃とともにであり、トライアルのようなものだ。もう一度行われたんですか？シュタイアーはこのトライアルで勝利を確信していたようだが、前代未聞な敵が目の前に現れていることに気がつく。
それこそがガストン・ブロックという男が開発したポリマーフレーム拳銃グロック17だ。ブロックだー。オーストリア軍はグロック17をサイズに対して軽量、優れた射撃とハンドリング性を持っていると判断した。そして相談数も17発とした RGB に近しい数値となっている。そんな優れた点を軍は好み、最終的にグロック17が採用された。一方で GB は決してチャンスが訪れることなく終了した。新世代の風に葬られましたね。そんなわけで自国でのサービスピストルかは達成できなかったが、諦めず今度は強度開催されていた米軍サービスピストルトライアルへの参加を決める。うわ、出た。ベレッタ会にも出した当時の民間拳銃価格帯であり、このトライアルで GB が競合した拳銃らだ。あれ？ベレッタ 92SBF や P226 より安価なんですね。下や GB の当時最も優れた点は最も安いことだったようだ。確かに GB は当時のショートリコイル式拳銃より安価な傾向があるかもしれないが、それは時と場合による一時的なものだったのかもしれない。M459 よりは高価ですしね。過酷な環境での信頼性、弾道性能、耐久性、射撃精度などを含むテストの結果したや RGB は敗退し、代わりに P226 とベレッタ 92SBF が選択された。米軍トライアルでも敗退だ。ベレッタ 92SBF に関してはしたや RGB と同じく重心が稼働しないですし、スライド破損したこと以外は特に変なことはないですからね。一方、下や RGB は前述通り1981年より生産開始された。もちろん民間市場の範疇でもある。前述通り LESP18 の悪評はあったものの、反面出版物や購入者からは非常に良い評価をもらっていた。そうなんですね。シタヤーは様々な気候条件下で6丁の PI18 をテストしている。それは後に重傷や全自動化を施した PDW に変換する目的もあったようで、それに対応する MP 弾薬も試験に使用された。前述したマシンピストルかの話ですか。この MP 弾薬の高圧は GB の想定した高圧値より高い数値を観測するが、それでも試験中に問題は起きなかったようだ。さらに GB は潤滑油も必要としないと取説にも記述されている。乾燥していても1万5000発もの大量発砲数を保証しているようだ。そうなんですか。ちなみにそのマシンピストルかは3点バースト機能の追加だったようだ。36発弾倉と着弾銃床も用意して用いる予定だったが、全自動射撃拳銃のオーストリア国内から国外輸出への厳しい制限、そして米国での販売が厳しくなるため、 GB ではそれら設計に意図的な改修が加えられ廃止されたみたいだ。もしかして1970年代の期間に販売に踏み切れなかったのって、これも要因の一つと言えるのかもしれない。これが前述で言っていた口述だ。しかし高評価とはいえその売れ行きはささやかだった。結果的に1988年に生産終了し、累計生産量は1万5000から2万丁にとどまることとなる。あまり類を見ない設計を持つ拳銃ですから、この短命はなおさら残念ですよね。ちなみに軍用グレードの下や RGB はごく少数であり、そのうちの50丁はオーストリア陸軍へ販売された。総数は不明ながら937丁は米国民間市場で見られたようだ。大半が民間、一部が軍用グレードなんですね。そして前述のロガック P18 ジャムマチックもあまり生産されていないということでレアものだ。 GB より高価な例もあるらしい。なんだそら。結果的にシタヤー GB はタイミングを見逃したと思う。より魅力的な拳銃ら、 P226、ベレッタ92、グロック17が登場し、それらはワンダーナインとして最も頭角を現す拳銃となった。そしてなぜシタヤー GB が民間市場でささやかな成功になったのかというと、それはあくまで P226 やベレッタ92、グロックが購入できない際の代替品として扱われた可能性がある。とにかく軍が採用したという事実はセールに強くなる要素ですよね。逆張り発想でこのシタヤー GB を選択する変わり者ももちろんいると思うぞ。実際その風変わりな見た目と気候に魅了された人もいたようだ。一方で GB は機関に売れた形跡がある。米国、レバノン、パキスタンの特殊部隊含む軍、準軍事、警察機関に小規模な注文を受けたようだ。大規模ではやはりないんですね。そして東ドイツの下地やシークレットサービスなども GB に興味を持ち購入、西ドイツ連邦防衛技術調達局も10丁購入している。ただこれらのさらなる注文はない。悲しいかな。いかがだったろうか？グロックが自国内から登場したとはいえ、もっと活躍してもいいんじゃないかと思う銃器でした。現在のシタヤーアームズは、モデル M というポリマーフレームショートリコイル式拳銃を生産、販売しているぞ。独自路線の形跡がほとんど消え去ったような。まあ、まだ全貌を知らないから下手なことは言えない。ご視聴ありがとうございました。また見てね。